皆さんこんにちは。マージャンスリアロチャンネルプレゼンツザン企業リーグ2024、本日はレギュラーシーズンの第3節1試合目、全体としては第33回戦の模様をこれよりお届けしてまいります。本日の対局はパープルクラウド、大阪梅田健康マージャン2豆、メタライブの3チームの対局となります。実況は私ザンリーグ所属の橋本亀、解説に同じくザンリーグ所属のキジョンネルソンさんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今期の企業リーグなんですけれども、全16チーム所属してまして、レギュラーシーズン各チームが18試合ずつ計96試合を戦って、上位6チームが準決勝セミファイナルに駒を進めるといったレギュレーションになっているんですけど、ここまで第2節各チームが6試合ずつを終えておりますので、まずはそちらの6節終了時点でのスコア順位の方を振り返っていきましょう。現在トップがウェルチャオ、マージャンデイサービスウェルチャオが6戦5トップ、プラス76枚ということで、まあ、この6戦5勝でかなり大幅に稼いでいるというところなんですけど、その後の、ディフェンディングチャンピオン予想やマスターが2着で62枚につけているという展開ですと。そして、現在ボーダーの、いわゆる6位のラインなんですけど、プラス15枚になっています。ここが2チーム並んでいまして、池袋リレーズ、そしてパープルクラウドということで、ここが一つのボーダーになってくるということになるんです。その後ですね、まあそこから徐々に差が開いていって、トップのウェルチャオから、最下位になっていますカジノ部までは現在122枚差という、スコアで、現在16チームが戦っている最中ということでございます、はい。今回の、メンターなんですけど、まあ、パープルクラウド健康マージャン2豆が現在、まあ、いわゆるボーダーの上にいるチーム、そしてメタライブが、そのボーダーを、まあ、なんとか追い抜いていこうという戦いになっていると思うんですが、この対局見どころをキジョンネルソンさんはどのように考えてますか？見どころですか？はい、はい、ですね、どうしよう、出場される3人が、はいはいはい、それぞれみんな非常に麻雀の強い打ち慣れた方と、なるほどなるほど、いうことになってまして、はい、で収録としては、はい、要はこの、33回戦、はい、で37、はい、41、45って連続して取るんですけど、はい、それを全部麻雀警察、健康麻雀2豆の麻雀警察は1人で全部打つし、はい、あ、そうなんですね、はいはい、で今回抜け番なんですけど、残りの3回令和のトラックの小野博太さんも、はい、3戦連続、はい、3戦連続で打つということで、なるほど、はい、1人でね3回全部、まあ、収録をぶっ続けで打つわけなんで、ね、まあそうですね、休憩も少ない状態で打つので、はい、その、まあ、体力の部分、体力の問題気になりますね。1回1回の収録はかなりね、まあ、タフですからね、タフになると思いますのでね、はいはい、さあそのあたりもぜひ、注目して見ていきたいと思います。ぜひこちらの第33回戦の他にもこの以降の対局もぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。さあそれでは出場選手のご紹介をしていきましょう。まずはチーチャースタートになりますパープルクラウドから西川舞、なんちゃ大阪梅田健康マージャン2豆からマージャン警察、シャーチャースタートメタライブから斉藤祐介、以上3選手という対局でございます。先ほどキジョンさんも触れていただきました通り、打ちつないでいる3名での対局ということですので、ハイレベルな戦いになること必至というところで、ぜひ皆さん注目してご覧いただきたいと思います。さあそれでは対局の方へ移らせていただきましょう。選手の入場です。まずはチーチャースタートパープルクラウドから西川舞、うん、さあ今回第3節初戦を飾ることができるでしょうか。続きましてなんちゃスタート大阪梅田健康マージャン2豆からマージャン警察、いやなんか随分ビジュアル変わりましたね、すっきりした表情で、ね、第1回戦 の、 コメント見てたんですけど、はい、かなりリアクション多かったです。なんか見た目変わりすぎっていうコメント来てましたけど、ね、はい、さあそして新外になりますシャーチャースタートメタライブから斉藤祐介、さあ現在チームとしては第13位というところで不本意なポジションに位置していますけれども、ここから挽回になるでしょうか。第3節という状況でございます。前回はマイナス2枚の2着ということで、惜しくもあと、まあ、個人としてもトップが欲しいという状況でございます、はい。さあ各社着席いたしまして開始の合図を待っているところでございます。開始までしばらくお待ちください。いらっしゃいませ。すいません、フリー初めてなんですけど。大丈夫です。
さんま初めてなんですけど。大丈夫です。点数計算わかんないんですけど。大丈夫です。僕めっちゃ強打するんですけど。大丈夫じゃないです。優しい麻雀。はい、それでは運営の方から対局開始の合図がありました。ゲームスタートです。ちーちゃんにパープルクラウド西川、なんちゃんに健康麻雀二豆麻雀警察、シャーチャにメタライブ斉藤祐介、以上の3名による対局です。トンの曲親番はパープルクラウド西川、ドラはチーソーです。さあ各社のハイパイ見ていきましょう。麻雀警察ペイがトイツ、花早を1枚チューンも重なりました。ロントイツですね。チートイツも検討するか、はい、そしてこちらシャーチャの斉藤の手牌です。ドラのチーソーペンチーソーが埋まっていい形、うん、さあ解説は基準ネルソンさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ各社のハイパイ見ていただいて、一番気になるところどこになりますでしょうか。手牌が気になるというよりか、はい、卓がなんか牌が新しくなった気がしますね。前回から変わって。あ、そうですね、はい、アモスレックス3が採用されましたね。最新のものが導入されたということで、展望しまうのが楽なやつですね、うん、はい、はい、これであの赤の方も全部あのウーソウーピン全部赤なんですけど、はいはいはい、あの次とかに移ると思うんですけど、このあと、はい、はい、こっちがね全部の牌についてるということで、はい、かなり見やすくなりましたね。はい、こちらもぜひ。で、麻雀警察これチートイツ進行だったんですけど、カウンソーが入ってチーピンを外しました。はい、ペイが共通の役牌のルールになってますんでね、はい、あの役牌の統一2組ということで仕掛けやすい方を選んだと。なるほど。そして西川はこちらイーシャンテンがより広くなりました。はい、お先にチーピン2枚ほぐしましたね麻雀警察、はい、さあそのチューンにポンの声がかかるでしょう。麻雀警察仕掛けていきます。チューンをポンしてダーナンイーシャンテンとしました、はい、結構十分系に映ってると思いますね。チーピン統一落としも2人とも見てると思うんで。なるほど、はい、さあこのサイトペンチーピンが残って、ここが少しネックになるか。西川これはションパイの白、はい、これは斉藤さんが斉藤仕掛けてペンチーピンを外しました。これテンパイ取れる形だったんですけども、まあチーピンが2枚出てるというところありますか、はい、そうですね、チーピンが2枚出てるのが大きかったと思いますが、さあそして親の西川からペイを泣くことができて、テンパイは麻雀警察、はい、役はチュンペイ赤花、そうですね、おお、そして、リャンピン、あっさりとつま上がり、先生は健康麻雀による麻雀警察、チュンペイ、赤赤花、マンガン3000、5000のつま上がりで、当一局、まずは麻雀警察が軽快に上がりを決めていきました。非常に順当な出だしと言えますね。はい。はい、さあ、トップ奪還へ向けてという麻雀警察の漫画のつま上がりでスタートしました第33回戦です。トンの一局、ドラはトン、親番麻雀警察、こちらの手配。花牌を1枚抜いて、チューンが重なりました。役牌が重なって仕掛けやすい形に見えます。そして斉藤ちょっとバラバラとしてますが一メンツできています、うん、こちらシャーチャーの西川、先ほどマンガンを親かぶりしたところチーソーがあんこになりました。小型2人の手配がちょっと悪くて、はい、親の麻雀警察が今チューンあんこにしてね、またこれは先生は麻雀警察になるかもですね、はい、でこれチューンあんこになったんですけど、はい、仕掛けていけるような形じゃないんで、はい、イーシャンテンですがリーチ飛んできそうですね早い段階で。なるほど、はい、この、まあ、3ピンだったりとかの、まあ、早い切れ方を見て、例えばですけど小型ちょっと速度感を感じることはありますか。いや全然あると思いますね、はい、さあ花井さらに1枚抜いてロソ、はい、ここからさらにねこうやってどんどんテンパイしなくても余っていくのでね、はい、他の2人から見てもあのもうイーシャンテンの段階で、はい、今すでにあのある程度あのブクブクな形にするのはちょっとしづらいかなって、こんな感じでね、はい、シャワーを残す進行になるんじゃないかと思いますね、はい、そして、まず気になった一打でいくと、先ほどの斉藤ナンを、親番、そして、シャーチャーの西川に現物の牌、先に今ドラのトーンをリリースしたという格好になりました。これも速度感見てということですよね、はい、そうですね、はい、ナンも9万も比較的安全ということで、はいはい、今これあの、ま、仮にリーチが来たとしてもあのさほどの、 あのリスクを抑えた形で押し返せるという手組みを選んだということですね。なるほど、このあたりは相手の状況を見ながらクレバーな判断が光ります。メタライブ斉藤、麻雀警察一刻も早くリーチを宣言したいんですが、これ初と白の選択です。うん、少しでも安全な方を残しましたね。さあこの初は合わせず難切りとしました。どちらもかなり安牌には見える、はい、はいですね。西川が追いついてくるイーシャンテン、両面両面、さらにはシャンポンの受けもあるぞ。麻雀警察早かったんですけど、あのつも切りが続いていて、はい、であのもう平均テンパイ順目が大体ね7巡目から8巡目ぐらいと言われてるんで、もう大体こうやっていいつもの西川さんとかにね手配としてはもう並ばれてしまってるような感じですね、うん、さあそしてこの3層をキープして目いっぱいに受けます。親番の麻雀警察、ポンテンが取れるときは目いっぱいにしたいですね、はい、
この三層、まあ、間違って三層の縦だったりパーソーが出てきてポンって言えないというロスの方が大きいと、うん、親の満願のポンテになるわけですからね。できる限りそれができるようにはしたいですよね。はい。さあ、西川も花灰2枚抜いたぞ。これはどうする？難しいですね。小さい先に行く手もありますし、まあ、単野のポンテも見てるってことですね。なるほど。はい。さあ、そして、いやー、いいシャンテンが続きます。麻雀警察1点牌が取れません。もうちょっとね、楽にね、すぐ点牌取れる予定だったんですけど、ね。そういうのじゃないんだよなと。あ、でもこれ面白い選択だな。これ、ウーピン、つもぎりましたね。はい。これ、リャンズは3枚切れだったんですよね。はい。はい、本当だったらね、ウーピン使い、切れる形でね、三蔵先に来てリャンウソを固定したかったんですけど、はい、スチーピンとリャンウソの見た目枚数の差がありましたんで。なるほど、はい、さあ、そして先制リーチは小型から飛んできたシャーチャー西川の先制リーチだ。しかもこれリャンピン当たりなんだよな。メンピン、あーっと勝負にいったリャンピン。イーシャンテン地獄に捕まった麻雀警察、リーチ一発ピンフ、赤赤花花、12000の1枚。トーン一曲、感触のいい上がりって言ってたんですけど、だいぶ感触の悪い一曲になりましたね。なりましたね。これは親番の落とし方としては、心象あまり良くはないでしょう。麻雀警察何を思うか、トンの3曲、ドラーパーピン、親番斎藤に回っています。ハイパー良かっただけにね、ツモが効かずに残念でした。逆にこう西川としては、あの早いところから、早そうだなというところから追いついて、結果的に一発で打ち取って最高の。ね、なんかヒロさん静かだなって感じで見てたと思いますね、西川さんもね。はい、さあ、こちら斎藤の手牌、親番です。赤が3枚になって、花牌が1枚、打点こそ、見えそうですが、ちょっと残る形が苦しいか。こちらシャーチャーの麻雀警察。先にトーンからの切り出しです。はい、マージャン警察はね、あのダブトンから切り出していく進行を好むようなことが多いですね。あのプレイヤーとしてですね。あ、そうです、そうです、はい。実際この手配、ま、ネルソンさんの場合は何選択しますか？第1だからトン切ってるイメージありますね、自分自身の場合は。あ、なるほど、はい。まあ、結構人によって分かれるですね、はい。まあ、先に重なってしまう前に切ってしまえと、はい、切られて、あの、なんていうんですか、泣かれたら泣かれたで対応を見るっていう感じですね。はい、さあ、今話しているうちに実は、なんちゃう西川が非常に軽いイーシャンテンが入っています。はい、なかなかね、あの3まで食いたんってそんな起きないんですけど、はい、ポンテンしか取れないんでね。だから一応ポンテンが取れるような形にはなってますね。取っていくのかちょっと見てみたいですね。はい、まあ、自分が全く手元に赤もドラもない状態じゃないですか。この後映ります、はい、南朝西川なんですけど、はい、それでもってドラマチになりますからね、ウッパーピンの場合は両方、はい、今回パーピンがドラですからね。はい、はい、ザンリグルーズ、5が全て赤ドラですので、まあ、パーピンでもウーピンでもドラ1がつくという、はい、形になっています。南朝の西川逆に面前で仕上がれば高い点になりますね。単野をピンフでドラが必ず1個使えて、なるほど、面単ピン、はい、まあ、ドラ1満貫から、まあ、もしウーピンウーピンと2度受けが被るようなことがあると跳ね満もあるかと。はい、さあ、そして斉藤、これでイーシャンテンになりました。カンパーピンとイーソーイーワンのシャンポンの形が残っています。はい、シャンポンが1枚ずつ切れてて、今これマージャン警察が今を、あー、これ切った切った、これでそうするとイーワンがなくなる。うん、そしたらまあ嘘回りに1個くっつけるような感じになると思うんで、どうだろう、ここでイーワンもありますよ。これ今カンサンピンのフォローもできるぞという形、はい、そうですね、はい、カンサンピンとカンパーピンどっちかでピンズ2面ず作ろうと、嘘もありでソース2面ずつ作ろうということですね。あとはイーソーで、頭ができて5ブロック完成と。はい、もう輸送の方をちゃんとにするような構想にしましたね。ところが、おっと、よもやの一通もあるのかというイーシャンテンになっています、はい、親番の斎藤。西川天杯リャンピン、面前で仕上がると高い点になりますね。さあ、面単品ドラ1という西川の先制リーチ、なんとか追いつきたい親番の斎藤。はい、3枚使いと2枚使い、ここが麻雀警察が3枚、はい、次のメタライブ斎藤さんの手配に2枚、2枚残り3枚プラス白ポッチということは都合山に4枚いるということですね。そうですね、麻雀警察これはどうするか、何の統一落としを選択しました。花灰抜いて、いや、がぜん打点が上がる。ソーズ回り持ってこないですね、しかし。ソーズ回り、ああ、なるほど。西川がここに3層3枚、麻雀ケースが1枚持っているので、実はこの4556という形は成就しにくいんですね。なるほど、なるほど。そして今、当たり牌のリャンピン来たんですが、
ここはこらえましたね一度、はい、使える形。オート振り点ですが、これは、6球速振り点、はいはい、自分で11巡目に外したところの6球速、ザンリーグ振り点リーチの場合は必ずオープンをしなければいけません、はい、リーチをかける場合ですね、はい、このまま、E ピンを切って闇点とした場合相撲狩りは認められています。はい、E ピン勝負。はい。これね、麻雀警察の目線から見ると、白ポッチが、ほぼ確定で山に、まあ、確定とまで言わないですけど、はい、はい。山にいる可能性が非常に高いので、今かなり迷ってますよね。振り点リーチを打つような策もあったと思いますね。はい。はい、さあ、どこまでこの闇点続行とするのか、途中リーチに切り替える瞬間はあるのか、ここで斎藤もイーシャン点に、から、より、これ闇になったんですが、このサブローストが残っていません。はい。それで、まあ、9ピンが4枚切れてて、振り点っていうのもあって、パーピンの方を選んだと。次の手配ですね。はい。はい、こちらですね。はい。E ピンは、先ほど、麻雀ケースが通したところです。はい。あ、詰まった。おっと、ウーピン詰まがり、メンタンピン詰も、ドラ、赤。ハネマン4戦8戦、ザンリーグルール、ツモアガイにツモ損がありません。1万2戦を4戦8戦という形で、ツモアガリは、なんちゃう西川が連続での加点となりまして、乱入。うん。ちょっと今3曲しかやってないってことですね。はい。はい、4曲目。健康マージャン2豆は、純粋マージャンが強いマスターが作った、世界初の三英字健康マージャン店です。健康マージャン2豆では豆を使って遊びます。豆は換金できません。残った豆は茶豆できます。次回ご来店の際は茶豆を引き出して遊べます。麻雀したい初心者さんは健康麻雀2豆に来てね。かなりスピーディーな展開になっています、うん、今回の第33回戦、ね、親の手配はみんな良かったんですけどね、ツモが本当に効かなかったんですね、はい、まあ、どっちもね、はいはい、逆にこのナンバーで連チャンが起こるとかなりアドバンテージになると、はい、今回もだから西川さんハイパーいいんですよね。いいですよね。花牌を2枚抜いていて先ほどの手配、はい、麻雀警察ダブナンが統一総ずれ一面通、うん、全然上がれるようなイメージが湧きますね。そしてこちらシャーチャーの斉藤です。悪いですね。断言しちゃいますか。まあツモ次第ですね、はいはい、さあこの後の展開見ていきましょう。現在ですね、展望状況なんですけれども、トップ面を走っているのが今親番の西川で6万9000点、はい、2着の、麻雀決算が4万2000点3着目のメタライブ斉藤が3万9000点ですので、そこまでまだ点差は感じなくていいですかね。はい、全然、はい、もうナンバで誰が上がるかで全然わからないですね。はい、はい、さあ麻雀ケース関数ピンが入っていい形になりました。斉藤のこの難がいつ放たれるかということで、うん、ゲーム展開変わってくるかもしれません。はい、どんどん泣きやすい形に、ね、いやーこれでイーシャン展ですよね。もう本店になっちゃいましたね。両面シャンポンのイーシャン展、はい、これひょっとするとタイミング間に合わないっていうこともあるか。シャンポンになったら喜んでリーチですよね。喜んでリーチ、はい、さあ反浪ピンのフォローができるチーピン、うん、ダブナンなので後回しなんですかね。まあ初とかからは切ってったんですが、全然今こうやってもう自敗難を切る気があまりなさそうですね。かなり守備寄りの選択になっているのがメタライブ斉藤です。要は整ってから切ろうってことですよね。あ、自分が勝負できる形になったところで行きたいと、はい、まあ、しょうがないからとりあえず自敗は切るんだけど、ただまあ手が進まなかったら切らないと、うん、なるほど、いうようなことなんで。わあ、その難あんこになって先制リーチはイースーソーマージャン警察リーチダブナンドラ赤、うん、イーペイコーのツモがあるとかなり高打点。はい、イースーはないんですけどね、これにイースーソー2枚と、西川の手元に2枚でイースーそのものはないと。はい、スーソーどうですか。スーソーの方がいますね。だから残り2枚とあとは例の白ポッチ、例の噂のやつですね、はい、ザンリーグルールリーチ後の白ポッチツモはオールマイティの高め取りの上がりができます。はい、さあ西川これでイーシャンテン、うん、現物を切ってチーピンイーピンという手筋になりそうです。斉藤は苦しくなりました、はい、このまあここでもここから放水するようなことはあんまりイメージ湧かないですね。はい、はい、しっかりと受けて立つんじゃ、受けて回るんじゃないでしょうかね。さあこの辺りの守備力というものは一律の長があります。もう大丈夫です。信頼と実績がございますので。Q1 は、2枚切れなんですけど、先に急走。うん。いい選択ですね。
さあどうだ、白ポチもいます。ハナハイモノコイル1枚いるんですね。スーソーここに1枚、スーソーがこれで3枚見えた。はい、あとじゃあスーソーが1枚か。そうですね、スーソーと白ポッチ。はい、この山に残り2枚となって、1枚プラスアルファとなった麻雀警察のイスーソー先生リーチ。うん、うわーっと白ポッチのつま上がり高めに取ります。リーチツモ、はい、ダブナンイーペーコードラ赤、はい、ハネマン4戦8戦のツモ上がりでトップにグッグッと迫ってきたのは健康マージャン、2枚目マージャン警察。はい、それで白ポッチに1枚つきますからね。あ、そうですね、白ポッチのツモ上がり、大変失礼します、説明が、不足していたんですが、白ポッチのツモ上がりに関しては、1枚の、チップがつくということで、はい、めちゃめちゃ嬉しいというです、ね、嬉しいですね、このツモ上がりは。高めに取れるしチップつくしで、ね、最高ですね。もういいことしかないですね。うん、なんで逆に言えばこの白ポッチ狙いのリーチというのも先ほど、まあ、あの振り手の6球のところであったということですね。そうですそうです、全然そういうのを狙う選択もできましたね。はい、さあ何の2曲見ていきましょう。トラは E1、 親番麻雀警察、こちらの手配順が統一になりました。ジャント候補ができるだけでね、ぐっと引き締まりますね。さあこちらはなんちゃのサイト、うーん、終始苦しいハイパイが続きます。そして西川はこれイーシャンテンですね。はい、現在ですね、先ほどハネマンのツモ上がりによって麻雀警察と西川との点差が7000点に縮まっています。うん、斉藤さんずっと苦しいですけどね、オーラス親番残ってますんで、はいはい、挽回はあのオーラスの親番で期待したいところですが、はい、逆に言えばそこまでの無駄な補充というのは避けたいところですよね。はい、点差って埋まった、うん、しっかりとディフェンスしきってますからね、オーラスに手が入るといいんですけどね。さあすでにイーシャンテンはシャーチョン、西川、麻雀警察はここで E1 をリリースしました。すでに2枚、ターチャーから切られている E1 になりました。はい、でこれ麻雀警察、次に移るんですが、はい、あ、これでも西川難しいですよ。難しいですね、チート位置を見る選択もありますし、 Q1 が表示範囲にあるのもちょっと気になるなと。あ、なるほど、もう目に見えて1枚飛んでいるこの Q1 の統一がかさおっと Q ピン、これはチート位置ですか。はい、まあ、両方見れるような選択を残しましたね。はい、麻雀警察これでイーシャンテン、はい、でこの麻雀警察の手配チューンしかないんですよね、全くドラがなくて、おっとウーソー入ってペンチーソーで先制リーチは斉藤です。捕まった、うわ一発でキャッチ西川、これは梁蔵イーソーは現物の切らないですね、判断ですね。ここはガードをググッと上げていくパープルクラウド西川。はい、ハナハイが全部山にいるので、まあ、比較的こうやって今のうちみたいな感じで急速ぐらい押しましたかね。はい、親場の麻雀警察は、ローソーを持ってきてスライドして急走を勝負しました。あとチーソー、これテンパイです。イーソーはただテンパイなんですけど、このローピンはいかないと。なるほど、一旦イーソー現物なので、はい、一旦切っておいてこの先のことは、はい、次のツモ以降に委ねると。スーソー、うん、ザンリーグルール4枚使いのチートイツが採用されているので、はい、現時点ローピン短期のテンパイということではあったんですが、ここは何のトイツ落としにもありました、はい、現物を落として、迂回するパープルカード西川、まあ、ローピンを押す価値がチートイツではないという判断ですね。おっと鼻灰抜いて、はい、さあどうだ、一気に花灰が消費されていきましたね。はい、そしてこの西川のチーソー吸収によってメタライブ斉藤のこのペンチーソーなんですが残り1枚という情報が手元でわかります。そうですね、今回白ポッチは皮に切られていますから純粋なチーソーの1枚だけと、はい、いうことになります。ここはメタライブとしてもなんとか手繰り寄せたい上がり、キューピンは無筋、どうする親番の麻雀警察、注文ションパイ、まあ、リーチから30たったんですが言うほど情報落ちなかったですね、花灰が抜かれたぐらいで、うん、はい、あとここは中の統一落としで迂回の判断です。はい、まあ、あの情報があまりないんで、まあ、中も一応危ないんですが一応チュンチュンと切っていくことで、西川で2アンコイーシャンテンですよ。はい、あの情報を吸収してからオスハイを限定しようということですね。うわー、ローソー。チーソーを持ってきたら大変なことになります、ね、これは、今、一度単四の振り替わりという Q1 の統一落としになりそうです。はい、スーピア今通ったところですね。はい、おっと、最後の一枚、斎藤手繰り寄せてました。メタライブの初上がり。リーズも赤赤花裏。ここも4戦8戦。
ハネマンの応酬が続きます。裏ドラ1枚もチップ1枚も獲得してオーラス、かなり僅差でのオーラスになりそうです。最終の大きな裏ドラの1枚展望状況を見ていきましょう。現在こちら親番のサイト47,000点、オーラスドラパーピンです。さあ先ほど苦しいところからなんとか一上がりもぎ取ったので、ここは逆転トップまでという、きつしかもシャア役配じゃないですからね。そして、こちらなんちゃの西川です。57,000点もちろんトップ名。そしてこちらシャーチャなん、麻雀警察46,000点の3着目ということで、2着3着が1000点差。ただトップまでも上から下まで11,000点の中に大集合というオーラスになりました、はい、かけっこですね。かけっこですか。かけっこなんですけども、はい、西川さんねペースルーしたんですよね。なるほど、はい、この、今第2打ですね、はい、斉藤さんから出たペーをスルーしたんですよ。次に移りますね、はい、あまりにもバラバラなんで。なるほど、泣いたところで残った形が良くないと。あとは自身57,000点持ってるんで、はい、こう打っちゃってラスに落ちるはちょっと嫌だなっていうのがねあると思うんですよね。よもやのトップラスだけはということですね、はい、だ今だいぶ手配まとまったんで次は泣くかもしれないですけどね、はいはい、この後の展開注目しましょう。さあ斉藤はこれチューンが出る、どうする。これ西川さん泣くか。仕掛けたイーシャンテン、逃げ切り体制を作る。もう完全にあの鬼ごっこですねそれは、はいはい、追いかける麻雀警察斉藤、どうぞ、麻雀警察と斉藤、逃げ切れるか西川。はい、完全に後ろから追いつかれそうなところを振り切って逃げようという、はい、そして麻雀警察も非常に良系のリアンシャンテンです。いや非常にいいですね。打点がね、あの今回マンガンのツモが OK です。ギリギリ OK、11,000なのでマンガンツモはダメですね。到着の場合は、チーチャーの方が強くなるので、はい、そうですよね。マンガン、でもこれハネマンの以上のツモ上がりになりそうなんで、はい、ツモの場合はかなりハネマンになりそう。斉藤イーシャンテンベンチその残りですが、ここはテンパイしたら当然リーチの声がかかるでしょう、はい、リーチはだいぶ効果がありますね。さあ鼻抜いてどんなに持ってくる、おーっとウーピンだ、来た来た来た、先ほど手繰り寄せたチーソーボーを一度引けるか、どっちを切ってリーチするか。イーピン切ってリーチに行く。さあ西川さんどうしますか。うわーはす、これどうする。これでもペイが現物なんで着手しやすいですよね。一度ペイの統一落としでイーシャンテンキープ、はい、そして麻雀警察両造は無筋、三層は通った選択です。両造から行くか現物の三層を切るか、まあ、他の選択はあんまり取らなさそうな。おそらくこの両造か三層の選択ですね。現物からにしましたね。間違っても一発は避けたい。ペンチー層はあと2枚、はい、これ現物から行くのも、はい、あのこの西川さんがねトップ名なんですが、はい、要は西川さんが打ったら自分の着順はおそらく上がるだろう。天敗だ、行くでしょ。リャンゾーこれは行きます。リャンゾーを切っての勝負は6球層対ペンチーソー、挟まれた西川9層。麻雀警察ディフェンディングチャンピオンの執念、白い歯見せちゃったね。免品一発赤さん花一で、ローソーがドロですね。ローソーがドロですね、はい、16,000の2枚で決着ということになりました。いやー最後見応えのあるオーラスでしたね。ねえ、三蔵両蔵とね非常に顔芸込みでめっちゃこうお願い通してみたいな、ね、もう執念ですね、うん、さあこの後は、勝利者インタビューになるんですが、改めて最終スコアをお伝えさせていただきたいと思います。トップになりました健康麻雀2枚目麻雀警察63,000点プラス10枚ですね、はい、2着、西川、パープルクラウド57,000点プロマイゼロ、はい、そして、3着目最後は厳しい報酬になってしまいました。メタライブ斉藤37,000点という、速報が出ております。この後勝者インタビューをお届けしてまいります。一度お知らせをお待ちください。2025残企業リーグ参加企業大募集、年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか。企業の PR 効果は抜群、詳しくは概要欄から。さあそれでは第33回戦を制しました大阪梅田健康麻雀に麻雀警察さんをお越しいただいております。ありがとうございます。おめでとうございます。どうでした。よかった。オーラスしびれましたね。オーラスあれまあ報酬痛すぎる当然、まあ、はい、上がりトップだけど、レバーレバー、
まあ、リャンゾー、リャンゾーから行くか三蔵で一旦見るかなんだけど、はい、まあ、小さも結構危ない、まあ、結果的に当たったら、まあ、結果として、はい、うん、まあ、リャンゾーから行っても勝った気もするけど、ちょっとなんだろうな、こう本当はやりたい気持ちあるんだよ、もうやりたい、ぶん殴りたいっていう気持ちあるんだけど、もう全力でこう腰引いて殴りに行くリャンゾーから行って、まあ、宝珠ラス痛いよね。でさ、なんかまあ絶対西川さんも絶対来るから、ちょっと様子見の三蔵だったけど、まあ、結果的にあんまりこう選挙区には影響せずに、でもあれ、ニャンゾーから切らずにさ、上がりのガスケースもあるから、ちょっとそうですね、まあ、数層、まあ、でもそうそうか、50世紀で回避する世界もあるけど、うん、どうぞ、ニャンゾーから、ニャンゾーから行きたかった、行きたいよね、行きたいよね、うん、いや、そうなの、俺もさみたいな一個前のさ、あの、チュン統一落とししたやつもあった、はいはいはい、あれもさ、スッチピン一筋行きたいのよ、うん、スッチピン、そうですね、行きたいよね、行きたいよね、うん、ドラも何もなくてめちゃめちゃ安かったですからね。いや、そうなんだよね、うん、親なんだけど、だからその補充した時でさ、あの局面だったらさ、まあ、バイバイ引かれても全然時刻トップ見えるような感じじゃん。だからやっぱ補充は痛すぎるなって考えた上で、うん、結構堀江の一打多かったかもしれないですけど、まあ結果的にはもうトップ最後と、いや、そうですね、うん、ヒット&アウェイじゃないですか、まあ、こんな曲ばっかりだといいんですけど、当然はね、スチピン一つで押さなきゃいけなかったりとか、連続から打たなきゃいけなかったりする時もあるんでしょうけどちょっとまだね、レギュラーシーズンちょっと余裕持っていきたいんで、まあ、今回は年引けた麻雀でしたけども、まあ、結果はなんとかいつかあれを切らなきゃいけない日が来ると思って怖いな、切れるかな俺勝負どこだった時にそうね、でもあんまりこうね、もう勇気のね、勇気でこうダメになる時もあるし、首を過ぎてダメになることもあるし、今回は良かったです。はい、さあ、ちなみにあの今回の第3節ですね、はい、あのまだまだあの麻雀警察さん の, あの当番があるというふうにあのこちらで聞いてます。はい、はい、ぜひあの引き続きの意気込みをいただけますでしょうか。うん、まあ、当然ね、もう行けるときはもう全力でぶん殴るつもりに行くんですけれども、やっぱりこうバランス感覚大事なんで、はい、まあちょっとね、難しいよね、だから、ちょっと相手の顔色見ながら頑張ってきてるから、はい、ありがとうございます。見事個人でも2連勝となりました麻雀警察さんにお越しいただきました。以上第33回戦でございました。皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。